ボッタルガは、地中海料理で使われる食材、珍味、ボラやマグロの卵巣を塩漬け、乾燥にしたもので、カラスミの一種。イタリア語でボッタルガ、フランス標準語ではブタルグであるが、産地プロバンス地方の方言である。オック語では、ベターガとなり、スペイン語やカタロニア語でも、ベターガと綴る。ポルトガル語ブーターガ、サルゲーニャ語ビュートリガ、ギリシア語アブッゴタラホ。 英語でボター語である。イタリア語系、ボッタルガは、アラビア語ブーター派に由来すると考察される。さらに訴求すると言語は中世ギリシア語、オイオタリフォンで直訳すると、魚の塩漬けである。イタリア語系、ボッタルガは、少なくとも1500年頃までには、用語として成立している。バルトロメオ・プラティナチョ、正しい食卓がもたらす喜びと、健康では、 ギリシャ語名の音社であるオーバタリチャと記するのみであったが、同社のイタリア語への翻訳写本では、ベターグと記している。ギリシア語の最初の要例は、11世紀のシュメオンセトの著述で、オイオたり本を完全に避けるべき食材としている記述とされているが、一方では、同然の聖句は、太古ヘレニズム時代にも要例があるとの指摘がある。この太古の魚の卵の塩漬けが、 ボッタルガと同一化は交渉が難しいが、その可能性は示唆されている。オックスフォード英語辞典等では、ギリシア語系からコピト語系ウタラクンを経て、アラビア語に借用されたとしているが、むしろギリシア語から直接アラビア語圏にもたらさったと見る学説がある。現代ギリシア語名は、卵を意味する中世ギリシア語瀬ト語、マイナスを現代語のアルファウプシロンガンマに置き換えて、 アブゴタラホという語を形成した。日本のカラスミと同様にボラの卵巣を原料にしたものが一般的だが、この他黒マグロの卵巣を使用した種類があり、イタリア語でこれらを区別する場合、ボラのものをボッタルガディムジーネ、マグロのものをボッタルガディトンノと称する。他にメカジキの卵を使う製品もある。卵巣は塩漬けにし、数週間ほど乾燥、熟成させる。 編成して硬い扁平形の塊となり、保存性を高めるために、蜜楼でコーティングして固めることもあるが、自然の卵巣の外膜のままの製品も作られる。薄切りにしたり、チーズおろし等で、粉末状にして使う。イタリアでは、シチリア島、サルデーニャ等の郷土料理で知られる。代表的なのは、オリーブ油とレモン汁であえて、パンを添えたり、クロスティーニとして楽しむ。また、 削ったりすりおろした粉末を絡めたボッタルガのパスタも定番。ギリシアでは内海の湾で水揚げされたボラで作られる。メソロンギさんのアブゴタラホは欧州連合及びギリシアの原産地名称保護制度に指定されている数少ない海産物の一つである。トルコやギリシアでタラマとは魚卵で作る前菜のことでタラモサラタはそのサラダを意味するが本来は ボラの卵を使う。なが現在では、一般的には、タラやコイのオレンジ色の卵が代用品として使われる。トルコ産のボラの卵巣の塩漬けは、スローフード運動の味覚の箱舟に、ハビハーという名で登録されている。産地は、トルコ南西岸のダルヤンで、キョイジェイズ湖より回遊してきた生魚を原料とする。ボッタル川、北アフリカ、モーリタニア、セネガル。 アメリカ合衆国フロリダ州などでも生産されている。ありがとうございます。